まタナパンオポジットに脱がかっまずは深澤を狙っていきました。一本で帰るか。このボールはコートの外に落ちました。ラッキーな形でまずはファーストポイントを取っています。東レ東レは矢島のサーブです。ここはリベロの福本が拾っていきました。レフトから梅津有利です。今日は両チームのリベロを注目していきたいと思います。東レのリベロは内定選手の松岡。ミドル飛ばしてレフトから吸い込みと瞳が務めています。現在サーブレシーブランキングは3位の選手です。ミドル C クイック、関のアンダーでのトスを深澤プッシュ。こちらがリベロの福本。レフトからワンタッチを取っていきました。高橋での大崎琴美、福本が拾う。佐藤ライトからリバウンドを拾って攻撃立て直し。梅津力を抜いて、福本入っていますがコートに落ちているというジャッジ。東レの連続得点です。大崎のサーブが続きます。後ろからのトスをうまく打っていきました梅津有利。今日スターティングメンバーの梅津有利です。ここ2試合、直近2試合、今日も含めますと3試合スタメンです。梅津アンダーでのトスから矢島一本で帰ります。タナパン走るが2で行きました。第1セット序盤で関谷七海の2アタックが決まっています。日本代表も率いるこの関七海司令塔です。ネットイン、いいサーブになった関。関は前の岡山戦でもサーブポイントが4本ありました。サーブ効果率は岡山戦 27.8% と高い数字。ここもいいサーブ、2本連続でのサービスエース。関がいいところにサーブを打っています。ここは高橋が上げてダイレクトで返って逃しません。東レ関のサーブから完全にリズムをつかんでいます。矢島のダイレクトスパイクが決まっています。ここもサーブポイントだ。を攻めていけるか。ここは梅津少し乱されながらも返しています。ブロック、ブロックポイントです。東レ少しセッターが歩かされる形でトスがネットから離れたところ、ブロックで仕留めました。さあここも少し歩かされている、上から打つ。さあ関どこに上げるか。タナパンアンダーでのトスから梅津打って返すだけになります。矢島ブロックポイント。ここはミドルブロッカーの山口が止めています。ローテーションが一周しています。
矢島理沙のサーブ、福本が上げる。ライトから浮島、この黒部アクアフェアリーズはコートの半分くらいサーブレシーブ福本が守っています。非常に守備範囲の広い福本ひとみ。深澤に取らせて、その深澤が入ってきました。ブロックついています。2枚ブロックつくがここはコースを変えてきた。福本拾った、そしてヌワカロールライトからプッシュ。セッター関はトスをばらけさせて、最後はヌワカロールで決めていきました。カナパンのここはサービスエース、先ほど交代で入った隅田のところを狙っていきました。カナパンです。真ん中に福本ですから、おそらくここを外してサーブを打ってくるはずです。先ほどは隅田のところ、次はどこを狙うか。ここはネットにかかりました。ここも乱した、打って返す。ライトから、今日は東レのリベロは松岡が務めています。さあ、先ほどは関のサービスエース3本飛び出しました。ここもセッター少し歩かされながら、山口のブロード。黒部はこのブロードライトからの攻撃がよくこの中盤に入ってきて決まっています。5点を追いかける黒部、前に落とす。松岡が上げる、少しネットに近いところ、その前に笛が鳴っています。タッチネットがありました。サーバーは矢島、前には深澤が上がってきています。東レ福本が上げる、ミドルを使うブロック、よくフォロー入っていました。浮島右手で返した。浮島の利き手は左手です。前、ここはリバウンド拾っています。隅田打ち抜きました。隅田星野です。青山学院大学から今シーズンチームに加入しました1年目の選手です。片手で上げた。さあ、関はどこに振るか。ヌワカロール決まっています。あ、失礼、これはポイント黒部、精神の方はインと出していましたけれども、主審はポイント黒部ということで、ポイントは黒部に入っています。さあ、隅田のサーブです。ライトからヌワカロール、中に切り込んできて、山口の手も出ていますが、その上からヌワカロール決めていきました。タナパンミドル、真ん中に落とす。選手交代です。ここで秋重が入ってきます。インターン選手、現在早稲田大学の3年生の選手です。ヌワカロール、セットポイントを握りました。東レアローズ、少しカット乱されましたが、席がいいところに上げてヌワカロールが入ってきました。
セットポイントを握っています。トーレヌワカロールのサーブ、ライトに振って浮島、ストレート松岡上げています。ブロック、このブロックはアウト。ポイントはトーレです。ステーションでのトーレスタート。ミドル山口、ライトからヌワカロール、ブロック立ちかかっていますがコートに落ちました。山口の手に当たっています。矢島前に落とす、ここは狙っていきましたがネットにかかりました。高橋のサーブ、松岡が拾います。エパス入ってタナパン、エクイクポイントはトーレです。タナパンはタイの出身、21歳と若い選手です。タナパンのサーブ、いいサーブになりました。アンダーでのトス、これは浮島が打って返す。サウスポー浮島選手です。サーブ効果率も4位。ブロード佐藤玲香、このブロードになったときに前ブロック1枚、そのブロックに当てて外に出していきました。佐藤玲香です。シークイック、タナパン、今シーズンチームに加入をしましたタイの出身選手、タイ代表でアジア選手権の優勝にも貢献をした選手です。さあ今日サービスエースを3本取っている関、ここはしっかり返しました。黒部1本でこの関のサーブを切っていきました。このブロード攻撃を東レとしては抑えていきたい。矢島が1枚でブロックついているんですが、ここで点数を重ねられています。佐藤綾の前に落とすショートサーブ、ネット際近いところよく上げました。関つないでいます。高いトス浮島、その前に笛が鳴っていました。タッチネットがあったようですが、ポイント黒部。9対9、セッター佐藤綾乃のサーブ、先ほどはショートサーブでしたが次はどこを狙うか。ここも前に落としていきました。タナパンのところです。タナパン打てない。さあ高橋開いているがライトに振って浮島、松岡よく拾いました。返すだけ、チャンスボール黒部。さあ3枚入るが浮島、上げた関、ヌワカロール、黒部、ここも浮島、松岡拾いました。ヌワカロール打っていく。さあラリーになる、どちらが制すか。福本のトスから浮島、そしてこちらオポジット、ヌワ佐藤のサーブ前を狙う、ここもタナパンに取らせます。ヌワカロール、ここもブロック、連続で黒部アクアフェアリーズがヌワカロールを止めていきました。総得点ランキング1位のヌワカロール、イタリア代表でもあるこの選手を2本連続で山口が止めています。さあ佐藤綾乃のサーブ、ここは矢島が入りました。その矢島自分で打つ、1本切っています。誕生日矢島梨沙のサーブ、福本が上げます。ミドル山口、真ん中に落とす、コートに落ちています。そしてテクニカルサーブ、松岡が上げる。ヌワカロール、手がよく出ています。矢島ブロックタッチを取っていきました。
失礼、深澤です。大変失礼しました、深澤です。さあ、タナパンのサーブ、ここはサーブアウトでサイドアウト。2人大崎のサーブです。16対16。このサーブは攻めていきましたが、コートの外には松岡と中島、レシーブのいい選手がいます。その中島が上げたブロック、ワンタッチがあったという先進のジャッジですが、ここは1本いいカットが入りました。そしてブロード山口、この形が黒部としては今日よく決まっています。前に落とす、矢島が拾う、ヌワカロールライトからプッシュ、相手の穴を見て落としていきました。ヌワカロールというものが決まります。山口飛ばして高橋が中盤あったのが効いています。松岡上げてレフトから大きく弾き出します。19対19。明日第2セットは19対19並んでいる。福本 A パスミドルです。選手交代です。あ、コクラムが入ってきます。ここでコクラムが入ってきます。高さがありますのでブロックに期待。一本レフト、ミドルを使います。佐藤彩乃から佐藤玲香のホットラインです。コクラムが後ろに下がる。深澤ブロックタッチあり、1m79cm ありますので、ここは前を高くしてブロックで仕留めていきたい黒部。コクラムのサーブ、ブロックタッチはありません。高さのある選手がいますので、深澤はブロックタッチを狙っていたでしょうか。ここは2本連続でアウトとなっています。さあ、コクラムのサーブ、コート右半分は松岡だが、深澤が拾う、バックアタックのワカロール飛んできました。セットポイント握ったのは東レ滝がいます。最後はサーブポイント、高橋亜美の前に落としていきました。深澤です。
ヌアカロールのサーブ、コクラの中に切り込んだ、よく松岡が対応。さあブロックかかっています。もう1本、今度はレフトに振る、真ん中に落としました深澤つぐみ。3連続得点、これで7ポイントが守っています。サーバーはコクラム。バックライトからヌアカロール、ブロックタッチを狙ったスパイクはアウト。深澤はどこに打つか、福本です。A、パス入ってブロード、今シーズンです。奥を狙ったサーブ、中島が上げて、そして矢島プッシュ、コクラム引っ掛けた、さあ返します。バックアタックでヌアカロール、セッター佐藤綾乃のサーブ前を狙う、中島がしっかりと上げています。ヌアカロール、ものすごいスパイクを放っていきました。会場強烈なスパイクが飛んできます。サーバーは矢島、隅田が上げる、山口飛ばしてレフト、奥に決まりました。松岡上げる、深澤ブロック、早い攻撃、さあこの中盤はサイドアウトが続いています。どちらがブレイクするか、選手交代、これは真鍋が入って、真鍋くるみのサーブ前を狙った、隅田は打てない、ライトからネット近いところ上げました。元のトス、ブロック立ちかけています。ヌアカロールは打てません。チャンスボールが返ってきます。黒部、さあどこを使うか、レフトに飛ばす、ブロックの後にアンテナに当たりました。ポイント黒部です。高橋が上げる、ここでライト側から使った攻撃を仕掛けてきました。2でいった関菜々美、さあどちらがリードをするか、ミドルを使うブロック、フォロー入っています。松岡のトスからヌアカロール、与田が上げる、高橋上げた、松岡ここは打てません。チャンスボール黒部、走っている佐藤玲香、今日決まっているブロード、関つないだ、帰っています。もう一本佐藤玲香のブロード、1対20に並んでいます。大事なサーブ、松岡上げる、バックアタックのヌアカロール、ブロック立ちかけたがつながりません。ポイント倒れです。レフト高橋、ブロックアウト、23対23、バックアタックのヌアカロール、これでマッチポイント。少し佐藤綾乃が歩かされながら、レフト高橋、松岡上げた、ヌアカロールにトスが上がります。ブロックアウトを取っていきました。黒部に駆けつけたトーレアローズのファン、アロ友の皆さんの喜んでいる姿も見られました。25点目はトーレアローズが取って、ヒットカウントは3対1、トーレアローズが黒部アクアフェアリーズを下しています。セット25対23トーレ、そして第3セットは25対23